しくちょっと今から25年前の小学3年生だった頃の話を聞いてくれ C 村っていうところに住んでたんだけど T ちゃんっていう同い年の女の子が引っ越してきたんだ。 すごく明るくて元気いっぱいな女の子だった。んで、この t ちゃんは霊感が強いとかのレベルではないくらいに霊力というべきものを持っていたんだ。正直、ここまで書いただけで、近隣に住んでた人なら知ってるっていうくらい地元では有名な子だったよ。俺、同じクラスだったんだけど、小学3年生だとそんな話嘘って思うわけで、俺ももちろん信じてなかった。で、t ちゃんが、 じゃあ見せてあげるよってことになって好奇心旺盛な男子が T ちゃんの後をついていった。その時俺は怖くてついていけなかった。次の日俺のクラスは大騒ぎ。T ちゃんは一旦家に帰ってポラロイドカメラを持ってきて3枚の写真を撮ったそうだ。そのすべてに思いっきり鮮明に例が映っていた。今でも鮮明に覚えている。1枚目。 木の横でうなだれてる中年の男性。二枚目、顔がぐにゃぐにゃに見える甲冑姿の人。三枚目、叫んでいるような顔が画面いっぱいに映っているやつ。さすがにこれを見せられては信じるしかない。この一見で男子からは大人気、女子からは怖がられる存在になってしまったんだ。もちろん男子の中にも、怖がって近寄らないやつも相当数いたけどね。でも、 T ちゃんはそんなこと全く気にする様子もなく本当に元気でよく笑う女の子だった正直、俺もティも T ちゃんのことが好きになっていたこの T ちゃん村はずれの一軒家に住んでたんだけど半径100メートルは1軒も家が建っていないような場所でだいぶ打ち解けた男子がなんでこんな場所に家建てたのって聞いたのよ T ちゃんはお母さんがここに住まないと悪いことが起こるからと答えた どうやらティちゃんのお母さんもすごい力を持っているようだったその頃、俺ん家借ゃだったんだけど家を建てる計画が出てて土地を探してたのよで小学生の俺はティちゃんの家の近くに住みたいとか思っちゃったわけで村外れに空き地があるよとか母に助言してティちゃんの家の近くに家を建てさせようとしたんだそれで母がその土地を調べてくれたんだけど不思議なことに t ちゃんの家の周辺はすべて県が保有する土地だったそうだ。で、県に問い合わせてみたら、あの土地を売る気はないと断られたそうだ。県の保有する土地に t ちゃんの家のみ、一軒。あの頃は、ダメなんだ、くらいにしか思わなかったが、今考えるとおかしな話だ。この一軒を翌日 t ちゃんに話したら、笑いながら、それはそうだろうね。ダメだよ。 あそこに住もうとか考えたらって言われた。正直聞くまでもなく何かしらあるんだろうとは思っていたけどこんなことになるとは夢にも思わなかった。T ちゃんのことが好きな男子がみんなで T ちゃんの家に遊びに行きたいと申し出たのだ。T ちゃんは普段見せたことのないような顔で危ないから絶対ダメと断った。しかしどうしても行きたい男子。 俺を含むは、勝手に T ちゃんちに隠れて行っちゃおうということになり、学校帰りにみんなで向かったんだ。最初に驚いたのは、T ちゃんの家を中心に、大きくトゲトゲのついた金網が張り巡らされ、T ちゃんの家に向かう道以外に侵入経路が立たれていたことだ。T ちゃんに隠れて家に行くのが目的だった俺たちは、道以外の場所から入ろうということになり、金網をよじ登って、 t ちゃん家の裏側に回り込むように向かった。地面は土に小石がたくさん混ざったような感じで草一本生えてなかったのが印象に残ってる。多分ちょうど金網と t ちゃんの家の真ん中くらいまで歩いた時一緒に来た男子の一人が悲鳴を上げながら走り出した。それにつられるように俺も含め全員その男子の後を追う。金網を傷だらけになりながら登って学校まで逃げた。 最初に逃げ出した男子にどうしたのか聞くと黒い霧みたいなものが俺たちを包み込もうとしてたらしい結局その霧を見たのは一人だけだったがその男子は俺たちの中では一番頭がよく嘘を言うようなやつじゃなかったまあそれ以前に T ちゃんに危ないと言われていたので疑う理由もないわけだが次の日学校で T ちゃんに話そうとしたんだけど俺らが話す前にすごい剣幕で t ちゃんが怒り出した。何してるのよ。初めて見る t ちゃんの怒り顔だった。その後、t ちゃんに言われるがまま、授業を受けず t ちゃんち方面に引っ張っていかれた。金網より200メートルくらい手前で立ち止まり、ここで待つように言われる。1時間半くらい待ったと思う。一人の女性が俺たちの前に来た。t ちゃんのお母さんだ。俺たちを見るなり、本当にごめんなさいね。 大丈夫だからね、と、正直、すごく不安になるようなことを言い出した。そのまま T ちゃんのお母さんと T ちゃん家へと向かう。家の壁には、お札みたいな楕円形の紙が、たくさん貼ってあった。家に入ると、白い衣装を着た T ちゃんが正座していた。T ちゃんのお母さんは家に着くなり、T ちゃんに向かって思いっきりビンタをして、あんた、何したかわかってるのと、怒声を上げた。 ティちゃんは鼻血を出しながら、お母さんに、ごめんなさい、ごめんなさい、と泣きながら謝っている。私じゃなくて、この子たちに謝りなさい、とティちゃんのお母さんが言って、俺たちに何度もティちゃんが、ごめんね、ごめんね、と繰り返した。幼な心ながら、状況がわからないし、悪いのは俺たちだし。大好きなティちゃんが鼻血を出しながら謝っているのに耐えきれず、皆大声を出して泣いてしまった。 t 母は、どこかに電話を入れる。俺たちには聞こえない位置だったので、何を話しているかまではわからない。その後、俺たち全員の家と学校へ電話を入れて、俺たち全員の母親と、兄弟のいる人は、その兄弟も呼ばれた。一時間くらいで全員が揃った。どうやら、県庁からも連絡が行ったことを後から知る。その後もう一時間くらい経った頃、t ちゃんと同じような服を着た。 二重手前に見える女の人が到着する。その女の人が俺たちを見るなり、だいぶ持って行かれてますね。急ぎましょう。と言った。もう何が何だかわからず、泣くしかなかった。俺の母親も泣いてるし、怖くて仕方なかったのを覚えてる。多分お祓いだったんだと思うけど、テレビで見るようなお祓いとは全く違っていた。一言も喋らないし、正座したまま、目をつむって動かない。 ただ、その間俺は意識が朦朧として、耳の奥というか、頭の中心から、うなり声みたいな声が聞こえていた。やがて、そのうなり声がだんだんと大きくなっていき、最終的には聞こえなくなった。時間にして10分くらいだと思う。T 母に、とりあえずこれで大丈夫ですが、お母さんたちは残ってください、と言われ、俺たちは午後の授業を受けに、T ちゃんと学校へ戻った。 先生には事情が伝わっていたらしく、大変だったな、と慰められたのを覚えてる。その次の日から、T ちゃんは人が変わってしまったかのように、暗く無口になってしまった。俺たちが話しかけても無視され、笑顔を見ることは一切なかった。そして3ヶ月後、先生から転校したことを告げられる。俺たちは、自分が T ちゃんをあんな風にしてしまったと、ずっと後悔の日々だった。 小学校三年生編は以上です。実はこれを書いた理由は、昨日 T ちゃんに25年ぶりに会いました。俺の母と元 T ちゃん家に行ったんです。母の話だと2011年の4月から5月の間にもう一度集まるように言われていたそうです。そこでいろいろな謎が解けました。後日談と補足。去年の秋だったと思う。母から電話があり、 4月4日、実家に来いとのこと。5日は会社休みをもらうように言われた。詳細は全く聞かされなかった。4月4日、仕事終了後、2時間半かけて実家に帰宅。豪華な夕飯を出されたが、なぜ帰って来いと言ったのかは教えてくれなかった。4月5日、朝4時半に叩き起こされる。出かけるから着替えろとのこと。実は帰宅した際に、 駅で小学3年の時の友人と会っていたので、なんとなく予想はしていたが、確信に変わる。向かった先はやはり T ちゃんチ。しかし、現地に到着してびっくりした。金網だった場所は、高さ3メートル以上はあろうかというネズミ返しがついた塀になっており、その上にはトゲトゲのついた鉄線が張ってあった。刑務所の壁みたいな構造だ。嘘か本当か。 高圧電流注意の看板までついている。ちなみにあの事件以来、この場所に近づくことは禁止されていた。禁止されなくても近づかなかっただろうけど。道沿いに歩くと、鉄でできた門があり、入り口にリクルートスーツの男性が立っていた。母が名前を名乗り、身分証明書を求められる。本人確認が終わると鍵を開け、中にどうぞ、と案内された。俺の予想では、 この塀の真ん中に T ちゃんジがあるものだとばかり思っていたが、塀の中には全く何もない。例の土に小石が混ざったような地面があるだけだった。そこに三人の女性が記憶にある白い服を着て立っていた。〇〇くん。俺の名前が呼ばれる。一目見てわかった。T ちゃんだ。俺はどうしても謝りたくて、真っ先に T ちゃんに向かって泣きながら土下座した。その後、 10分もしないうちにあの時のメンバーが揃い、やはり皆考えていることは同じようで、真っ先に謝りに行っていた。土下座までしたのは俺だけだったけど、何より嬉しかったのは、t ちゃんが昔のように明るくいてくれたことだった。まず自己紹介がされた。3人の女性は、t 母、t ちゃん、25年前にお祓いをしてくれた女性の3人だった。3人とも世間で言う使命ではなく、 何かすごい長い名前、改名みたいな名前で自己紹介してました。呼ばれた理由は、この土地の解放と、俺たちの守護霊の供養。どういうことかというと、この塀で囲まれた場所には、人薬と呼ばれる土地に救う者がいました。自爆霊の上位版とでも言いましょうか、その場所に足を踏み入れた者に、不幸というか、ぶっちゃけ死んだり、神隠しにあったりさせる、凶悪な奴らしいです。 人薬を無に返すには、半年近く人薬専門のお払い師を置かなければいけないそうです。今回は県からの依頼で、ティハハがその役に選ばれたみたいです。実際に人薬が無に返るのは25年後。その間に犠牲者が出ると、そこからまた25年後になるそうです。本来であれば、人間の六感で無意識に近づかないようにするそうなんですが、意識してそこに行こうとする気持ちが強い場合、 それを跳ねのけてしまうそうです。俺たちの場合は、多分全員 T ちゃんのことが好きだっただろうから、それで押しのけてしまったんだと思う。ただ、黒い霧を見たというのは、幻覚だったみたいです。人薬は目を通して見ることができないそうなので、六感化守護霊による、警敵と恐怖心から来るものだそう。ことの発端は、この頃都市開発が進んでいて、その場所にも住宅街ができる予定だった。 最初は平らな土地ではなく、起伏の激しい森林だったそうだ。それを切り崩して、土地を鳴らしてできた場所だったんだけど、その作業中に行方不明者が二人出た。よく見ると、古墳のような人工的な出っ張りがあったんだけど、それも一緒に鳴らしてしまったみたいで、それを村の役人が聞いて、人役の可能性を示唆。県が買い取りを決め、お払いを始めたそうです。これが驚いたのですが、 俺たちの守護霊というべきものは、俺たちの代わりに人役に持っていかれたそうです。本来ならば俺たちが消されていたところを守護霊を代わりに捧げる形にしたのが25年前のお祓いだったようです。まず、土地の解放。白衣装の三人が地面に座り、足を広げ、黙とうする。そうすると、表現しづらいんだけど、空気が変わるというか、人役が消滅していくのがなんとなくわかる。 次に、主語の供養。これは、前に見た星座で黙祷の状態。供養が終われば、自然と新しい主語が生まれるそうです。これで全て終了ですが、最後にちょっと小言と。T ちゃんの態度が変わったのは、俺たちが T ちゃんを好きでいたことがバレたからでした。同じことが起きないように、誰とも会話せず交流を経ったそうです。正直、T ちゃんのこと好きなのがバレたのが、一番きつかった。 恥ずかしすぎる。